ギネスが出ました。はい、ありがとうございます。今回ね、こうカブトムシとかクワガタムシを題材としたいろんな昆虫の、映画が、公開されますが、ぜひ次回はですね、カブトムシの声という役で出演させていただければ、嬉しいと思います。カブトムシの気持ちになって語りたいと思いますので、よろしくお願いします。こんなんです、全国の子どもたち、今日はですね、私が、返したこのカブトムシを、プレゼントいたします。このカブトムシをぜひですね、大切に育てて、こっから卵を産みますからね、ぜひギネス級を誕生させてくれるとありがたいですね、嬉しいですね、みんなでやりましょう、よろしく。拍手でお迎えください。ありがとうございます。4人の方々、今日はよろしくお願いいたします。さあ、それではですね、お一人ずつこの今日の初日を迎えられました、ご挨拶を一言ずつまずはいただきたいと思います。はじめに撮影監督を担当されました昆虫写真家の栗林聡さん、お願いいたします。栗林聡です。この度の撮影の総監督を担当いたしました。本来ならこういう会場にですね、出演者が、登場するはずなんですけども、今回の出演者は誘ったぐらいじゃ決して来てくれる相手はありませんので、実は、彼らからメッセージをですね、言いましたので、ちょっと読み上げましょう。人間の皆さん、こんにちは。本日は僕たち昆虫が一生懸命に生きている姿を見てくださりありがとう。そんな僕たちの仲間が今この地球上から次々に姿を消していっております。これまで人間の皆さんとすぐ隣で生きてきたように、これからも僕たちはずっと生きていきますので、よろしくお願いいたしますとのことです。そんな相手も、今回相手撮影しましたけれども、見てくださった通りに、とにかく元気いっぱいに行動している姿を見せてくれたと思います。ありがとうございました。はい、思わぬメッセージも届きましたね。さあ、続きましてはボイスキャストの皆さんです。大吾さん、お願いします。はい、ありのままでいたいボイスキャストを務めさせていただきました、大吾です。俺もちょっとなんか仕込んでくればよかったなと思いますけど、本当にでも今日はこんなにね、たくさんの方集まってくださって、来てくださって嬉しいです。本当にありがとうございます。今日は一日よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続きまして、同じくボイスキャストの吉田洋さん、お願いします。はい、YSDY 吉田洋です。大吾さん言わないんだもん。先にやられましたね、俺より。大吾さんが言うかと思って仕込んでいたんですが、はい、まず客席にこんなにも大人の方が多いことに、私は今大変びっくりをしております。今日は貴重な土曜日の時間をこのためにいただきまして、本当にありがとうございます。短い時間ではありますが、最後まで楽しんで帰ってください。今日はありがとうございます。はい、ありがとうございます。では最後に鴨下清監督、お願いいたします。はい、ですね、撮影当初は本当にどういうふうな映画になるんだろうか全く想像ついておりませんでしたけれども、撮影監督の栗林さん、それからボイスキャストの皆さんにですね、のお力で本当素晴らしい作品ができたかなというふうに思っております。で、こんなにも多くの方にご覧いただきまして、本当に今日はどうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。吉田洋さん、どうですか、はい、その隣のオブジェ、もうこれスタッフがですね、いやすごいですね、必死で考えて今日の日のためにですね、はい、この2体を用意したんですが、いかがでございましょう。いや、もうなんかスタッフの皆さんのこの映画にかける愛情が伺われますね。そうですね、はい、ありがとうございます。さあ、大吾さん、はい、この、ナレーションといいますか、ボイスキャストやってくれと言われた時なんですが、はいはい、どんな風な印象っていうか、どんなことを思われましたか。そうですね、オファーが来た時に
まあ分かりやすく言うともう TK って感じでしたね。ええ、ですか。吉田洋さんはどうですか。すいません。すいません。それで終わったらかわいそうですよ。終わりじゃない。はい、あのね、ここスルーされると俺もうあの終わったのかなと思ったんですが、持ち味がちょっとね、はい、消えてしまうんで、どうぞお続けください。やりづらいですね。かなりアウェーです。そうですね。まあ、TK っていうのは、まあ、ついに来たっていうねことなんですけど、ね、本当にあのナレーションの仕事とか僕はやっぱあのバンドでボーカルもやってたりもするんで、やっぱ声の仕事っていうのはすごくいろいろやってみたいっていうのがあって、でナレーションも本当にやってみたかったし、しかも昆虫映画のねナレーションってことですごくもう嬉しくて、もう気持ち的にはもう俺 もうこんな感じでしたね。もう見れた、テンション上がってこんな感じでした。